海道大学2020年の熱力学に関する入試問題の続きその2です。問2、状態変化 ABCA からなるサイクルを C2 とする。サイクル C2 による熱機関の効率を E2 とし、 E1 との代償関係を考える。 C1 と C2 の1サイクルの間に気体が外部にする仕事の総和をそれぞれ W1 と W2 とすると、図1からカッコ E である。また C1 と C2 の1サイクルの間に気体が外部から吸収する正の熱量の総和をそれぞれ Q1 と Q2 とするとカッコ U である。以上から効率の代償関係は A となる。 E の選択肢です。A から U、 U の選択肢は A から U とあります。A の選択肢も A から U とあります。図1です。問3、図1に示す状態変化は温度と体積の関係としても表せる。状態 ABCD の温度をそれぞれ TA、TB、TC、TD ケルビンとし、それぞれの過程を図示すると図2のうち括弧 O のようになる。括弧 O の選択肢A と E です。U と A です。O とかです。問2の空欄 E の問題です。 C1 と C2 の1サイクルの間に気体が外部にする仕事の総和をそれぞれ W1、W2 とすると図1のはまあこの図ですねから E であるという、このまず C1 というサイクルは何かというと ABCCDA ですね。これから始まってこうなってここです、こうなることですね。ここの外部に対する仕事といったらどう何かというと、この PV 図ではこの面積に相当するわけですね。これが W1 となります。で一方で C2 という熱サイクルは何かというと ABCA ですから ABCA ですね。これです、ここです、ここですから、ここの外部に通る仕事はここになるわけですね。 PV 図ではここの面積ですね。当然 W1 の方が W2 より大きいということで、選択肢で言うと U に相当します。空欄U の問題です。 C1 と C2 の1サイクルの間に気体が外部から吸収する正の熱量の総和をそれぞれ Q1 と Q2 とするとすると U であるという選択肢から選ぶという問題ですけれども、この1サイクル C1 というサイクルはこうですね。これで見るとここからここ定積変化ですけれども、定積加圧ですけれども、ここで外部から吸収するんですね、正の熱量を。でここの場合は断熱膨張ですから熱は吸収はありません、断熱変化ですからありません。でここは何かというと定積減圧ですから、ここはもう外に放出するわけですね。でここは断熱圧縮で、やはりこの断熱変化熱の吸収はありませんから、ここだけですね、ここのみで正の熱量の総和を外部から吸収するということです。同様にして C2 サイクル、こことこういう関係についてもそうですね。ここは定積変化、これ断熱変化で、ここは何かというとこれは圧縮です。その低圧圧縮となりますから、ここの場合も熱量を吸収するわけではないわけですね。ここの場合はやはり温度が変、この場合はその放出しますから、ここの場合は正の熱量の総和ではないと、吸収する熱量ではないということですね。よってここ共通ですから Q1 と Q2 は同じだということで E になります。次は A の問題です。以上から、熱効率ですね、効率 E1 と E2 の代償関係は A となるという問題です。でここで全部の結果を全て利用すると、この E1 というのは熱効率はこの外から吸収した熱量分の実質の仕事ですね、 Q 分の W が効率になりますから、 E1 については Q1 分の W1、 E2 に対しては Q2 分の W2 ということですね。で分母は同じです。でした。
でこっちの分子がこっちの方が大きいわけですね。でよって、こっちの位置の方が大きいということは言えます。位置の方が熱サイクル、この C1 の方が効率がいいというわけですね。このこれよりも効率が大きいということになります。5になります。問3番です。問3番は PV 図ですね。この図1の PV 図ですね。この図を TV 図、縦軸が温度、横軸が体積ですね、にするとどれかという赤らかの選択肢から選べという問題です。でまず最初にその縦軸と横軸についてですけれども、 A という状態、 B という C、D という状態はまあ一応圧力、体積、温度でいうとこういうかなります。この図からこう読み取れますね。でここで見るとここで温度はどうなるかというと、こう A から出発して B が上限になるわけですね。最高温度になります。でこれ見ると D の方が一番最低温度というのがすぐこの図を見てわかるわけですね。これですから上限が TB、 下限が TD と、でその間の TA と TC は、まあ、ここで見るとこの平行になっていますけれども、じゃあ果たしてどういう温度になるかということですね。まあ、この場合は体積、固定積変化でこっちが断熱膨張して、これ温度はここから下がるわけですけれども、この温度はどうなるかということで A と C を比べてみます。 TA と TC の対称関係ですね。でボイル・シャルの法則で TA 分の AP0V0 と TC 分の AP0CV0 が等しいですね。で AP0V0、 AP0V0 が取り除かれますと、ここが1でここが C だけ残ります。で助け分けですると TC イコール CTA ですね。 CTA、 C は1より大きいですから、ここが 1にして、ここ1よりにするとこちらの方が大きいわけですね。つまり TC とこれは等しいですから、 TC は TA よりも大きいと、 C の方が大きいと、 TC の方が TA よりも大きいということが分かるわけですね。ですから順番的にはこうなるわけです。縦軸でいうとこういう順番ですね。ですから選択肢でいうと、もうその TC、TA が上になっている選択肢もありますから、その分が取り除かれます。あと残りから選ぶということになりますね。横軸についてはまあ全部同じです。 V0、C、V0 ですね。 C が1より大きいということでこうなります。でそのいよいよ PV 図から TV 図に変えるわけですけれども、ここの縦軸は TB、TC、TA、TD という順ですね。横軸は V0、C、V0 は同じです。ですからここでちょっとここで気をつけないといけないのは、 A から B は定積変化ですね。定積ですから V0 一定ですから、こういう直線になります。一方この C から D も定積減圧ですから、こういう直線になるわけですね。同じ体積ですからこうなります。でここの断熱変化ですね。断熱変化について言えば、このポアソンの式、ガンマはまあ3分の5乗になりますけれども、これから P を、 P はないですから、P イコール PV イコール 1モルですから、 1RT、 1RT で P は V 分の RT でここを持ってきます。ですから V 分の RT の V のガンマ乗で、これとこれで V のガンママイナス1乗になりますね。これは定数です。ですから結局まあ TV、 これが3分の5引く1は3分の2乗ですから、こういう関係になるわけですね。TV かけの3分の2乗は一定だと。もしも3分の2がなくて TV になると、この反比例の式になりますね。こういう式、T と V でいうとこういう反比例になります。でこの傾減り方はもっとこれは顕著になるわけですね。こういうですから、この結局同じように TV、T これはやはりこうなって、こうなるわけですね。B から C、あるいは D から A、 断熱圧縮、断熱膨張ですね。ではもう一つはこの低圧変化の場合ですね。この低圧変化のいう時は P が一定ですから、 PT 分の V イコール一定ということで、 V は、まあ、D と V は比例関係になるわけですね。で、まあ、T イコール、まあ、K 分の 1V とやってみるわけですが、結局原点を通るわけですね。これは直線になるわけです。これ直線になるわけですね。ここですから、ここはやはりこういう直線を通るように A を考えないといけないということですね。ですからこういうふうになりますから、 TV 図でいうとまあこうなると、その選択肢でいうと A が相当します。答えは A になります。